<ー>有楽町日本放送から私辛坊治郎と。松山さやかがお送りしています。ここからは今週の注目ニュースを辛坊さんが解説するズームオン。はいはい。今日はね肝心のあの人が。そうだよね。ん飯田君どこ行っちゃってんの。ね、長崎へ取材に行ってるという。はいはい、あ飯田君。はい。よろしくお願いします。あ<い>、にいるんだ。<laughs> えーいかがでしょうかあれはい聞こ,聞こえてますよお願いします、はいはい、えー、私ですね今あ長崎県は佐世保にやってきております<う>、えー、なんで、えー、今日はちょっとお取材がありましてね取<材>、えー、昨日は軍艦島に元にさあのーはいはい、あなたの取材スケジュールが昨日から並んでんだよああ長崎の軍艦島昨日行ったらしいね 長崎原爆資料館、三菱長崎造船所、なん、はい、とか防空壕、なん、えー、とかなんとかかんとか、えー、<laughs> それから諫早版の干拓事業って、ああ、これは言ったら分かるけど、<あ>ひどい干拓事業だね、これね。 ようこんなもきょう,、ね、う,う,うなんです今日の朝ね、えー、朝6時に出発して行ってまいりましてね、伊佐早湾のこれは俺、何回か行ったけど、ね、こ,れこれは、だってこれ、作っただけじゃ済まないからね、あれあのれの水門上げたり下げたりするのに、えー、必ず人配置して、メンテもしなきゃいけないから、一遍、はい、作ったら、ずっと金がかかるんだよ、ね、これ。うん、なんか席作ったら、そ,そ,ね、らそれで終わりっていうものじゃないんだよ、ね、これ。 ええー、で何、な魚卵試験場、あと、え、ねえ、はい、なんだ、これ、いろいろ、今日一日中、あれ、あ、武雄の図書館も行くんだ。これ、蔦屋で民間とのコラボで作ったやつだな。そう,そうです、そうです。あの、前のね、日渡しさんという人。明日、雲仙。島原。<laughs> はい、島原もう。遊び倒すね、あなた。<laughs> ない,いや、ちょっと待って、待って、待って、<え>全て。取材ですからね、ちょっと。取材と遊びはどこが違うの?。<laughs> いやいや,いや観光旅行だこ <laughs> 遊びだったらですね、朝六時からですね、ーねーえ長崎を出発して伊佐早に行って、<ー>えそれからああその川床っていうところいろいろ行ったですね、佐世保まで来ませんよ。もうすごいことになってますから。今どこなの？えー、今どこにいるって？今はですね、あの佐世保にやってまいりました。佐世保。え。 ちょうどあの軍港が見えるですね、高い位置にあるところで中継をしております、自衛隊の護衛艦と、そしておそらくですね、あれ、アメリカ海軍の空母もちょっと見えるかなって趣味じゃねえか、やっぱり。いや、違いますよ、何言ってるんですか。いや、これやっぱ日本だね、そういう高台から空母の写真撮っても怒られないもんね、これは共産圏だの、何だのだったらね、そこから写真撮っただけでね、スパイ罪でと捕まってね、豚箱放り込まれるよ。いやいやいや、本当に。 フィリピンのさク,ラーク,あス,ービックスービック海軍基地の前でゲートの入り口を撮ってたんだよ、はい、ビデオ回してたんだよ、うん、そしたらいきなりゲートのあの警備のおっさんにだな、基地の中連れ込まれて、はい、今の撮ったビデオ全部見せろって言われて、いきなりその場で消されて逮捕されそうになってさ。えー <laughs> これ,これ驚いたな、っ普通の観光旅行みたいにして行ってたよ、たまたまあの <laughs>、ええ、ビデオを回してたところが、スービックの基地のゲートのほうが映ったからって言ってさ、それでいきなり憲兵がやってきて、とつ捕まってってひどいんじゃないかって、今頃そのフィリピンの話をしてもしょうがないな、これはな。えやあ日本はね、いい国だけど。ええ、それで今日はあのそこから <laughs>、まあ、あのしゃべってくれるんなってここから。はい、参加させていただきますんで。 会業の時あのリーガロエロホテルいたんだっていましたよそれこそオープニングでお話になった結城さんとも会いましのなんか飯田くん結城くんにさしんぼうさ来ないんですかって言ったら来ないんじゃないのって結城が言ったらしいじゃんそのあたりも含めまして早速ね飯田くん行きますよいいですかはいよろしくお願いします最初にズームしていくニュースこちらになります大阪都構想否決橋本徹大阪市長は政界からの引退を表明 17日日曜日に大阪都構想の賛否を問う住民投票が行われまして橋本市長がこれまで進めてきた大阪都構想が否決されましたこの結果を受けて橋本市長は12月までの市長の任期を全うした上での政界からの引退を表明で井田アナウンサーはこの会場で取材をしていたというこまでいた？ えーとあれ、会見はですね1時半まで続いてましたんで、ね、1時1時過ぎかな 2>、えーえー、2時間ぐらい会見を最後やってましたんで、そのぐらいま,でいま最後まで付き合ったんだ橋本さんがね、うん、あの思いのほかさばさばとした表情でこう笑顔で入ってくると、<ー>でもうマスコミはみんな、うなだれた表情の橋下徹の顔を撮りたくて、ずっと待ったわけですよ、でも入ってきた瞬間に来たぞーなんて声まで上がったんですが。 これのよよ、ね、俺んとこにねまあメールが来てだな、はい、えー、実は本件は全然違う話だったんだけどこれちょっと紹介するのもいかがなものかと思いますけど今現物を今日こウうオ覚ボでウェイクアップで喋っちゃったから本当にどんなメールが来てたかというとだな、うんはい、えー ちょっとね今、えー、メールを取り出して調べてるからねその,その間あの飯田くん,なんか喋っといて <laughs> ちょっと待って働かなきゃダメだよこれあ,あ<の>これだこれだ、まあ,あ来てる来てるあこれこれ、まあえー、これ以上できないところまでやった感があるので納得ですまあ自己満足はダメなんでしょうがっていうそういうメールが来てますね<ー>、はいまあ、そういう気持ちだったんじゃないですか多分<ー>うーん まあやれるところはやったんでこれに関してはねもう結論に関して言うとねもう一言なんですよもう一時が万事でね私の周りにいる人たちで大阪市内に住んでた人たちが雪崩を振ってもう大阪市民辞めるって言ってですね周りの自治体に引っ越すって言い始めててだけどじゃあ今回の結果を受けて大阪市内に住みたいと言い出した人が1人でもいるかというと1人もいないわけです。よ 現に大阪市内に住んでる人間が「もうやめたいよ大阪市民は」っていう声は聞くんだけどこれを機にこの結果を聞いて大阪市民になりたいっていう人が一人もいないっていうのがもう,もう一時が万事で完全に象徴的に証明してるよね何が起きたかを。つくづくそう思うね今回は、えー。 はい、で詳細な世論調査というかあの出口調査の分析を見ると読売テレビの出口調査が非常に典型的なんだけど、はい、あの反対したののはい、で50歳代の女性に関してもそれも賛否は49対50ぐらいで1ポイントの差しかないんで実質70歳以上の高齢者が否決しちゃったっていう構図だね。 そうなるとね、うん、俺がたまたま乗ったタクシーの運転手さんが、あ志、うん、下さん、70以上の高齢者はね、投票権停止せないあきまへんでって、<laughs> その人も75ぐらいに見えるんだけど、と<ー>いう声が出ちゃうぐらい、あのやっぱり未来のことを決めるのにこれでいいのかって、うん、それとやっぱりね、大阪市の職員だけで3万5000人いるわけですよ、はい、今回1万741票だからね、大阪市の職員だけで否決したようなもんだからね、今回、うん、結果から言うと。うん その大阪市の職員っていうのが、私はね大阪市がちゃんとやってくれりゃそれでいいんです。だけど、うん、大阪に住んでると大阪市ってほん とにろくでもなないいことしかしかからね<笑><笑>あの都市開発やると全部失敗して何千億円っていう金を土偶に捨てていくんですよ単なる失敗じゃないんですそれ誰がやってるかっていうと京都大学の土木工学勉強したような、まあ、優秀なエリートが結構ね大阪市役所ってある程度大きいもんだから兄弟卒とかいっぱい入ってくるんですでその兄弟卒みたいなあのエリートのその土木関係の技術者の人がああでもないこうでもないって都市計 計画をするわけねであちこちにビル作っちゃうもう次々破綻してくっていう壮絶な無駄が起きるっていうのを目の前で見ててここ何年かだけでもあの WTC の1,200億円マルゾン フェスティバルゲートっていう何百億かけた通天閣の下の遊園地とショッピングセンター、ここ今、廃墟になって、今、パチンコ屋になってる、これの損失の補填で、大阪市は200億円ぐらい、また追いにで払わされるという、全部、全部税金だからね、それもね、あの関東の人も、東京の人も怒らなきゃいけないのは、大阪市が自主独立でやってるんだったら構わないんです、ね、どんだけ損しようと、どんだけむちゃしようと。ところが、大阪市って、あんだけの大都市でありながら、地方交付税 税をもらって地方交付税だけで500億そのほかの債券の補助金合わせると毎年1,000億円以上の国費が大阪市に<ー>だから皆さんの東京都民の税金も全部大阪市に吸い込まれていってその兄弟出身の土,土建屋みたいな人たちが作るあの廃墟のビルにつぎ込まれていくという構図が過去何十年もあるわけですよ。これだだだからね<ー>大阪だけの話じゃないんだわ でひどい再開発がやっぱね一番最初の失敗は大阪駅前の第1ビル第2ビル第3ビルってのがあってこれ大阪行くと丸の内のオフィス街みたいな位置関係の大阪駅の南側にダイヤモンド地区ってのがあってこれが大阪市が手掛けた再開発地域なんだけどここの1ビル2ビル3ビルなんかはい今入ってるテナントさんには申し訳ないけど入ってるのが金券ショップマッサージやえーマージャンやゲームセンターパチンコ屋。 丸の内の内高級ビルだよこれ大阪市が手掛けたビルでこれ今もうどうにもならなくなってるでそれを目の当たりにしてると、うん、その大阪市民の皆さんのだけの話じゃなくてそこに毎年毎年1,000億円以上の国費が投入されてってる現状について、うん、あの知らなさすぎるっていうか大丈夫かあんたらっていう感じが正直するわな。 これ本当に大阪は北側の方だと梅北ってあれ、確か市と府が一緒になってそうあそこはね初めて市と府が一緒になって橋本と松井だから再開発に成功した上に今、大阪で再開発で成功しているのは全部民間主導でこれはねあの村上ファンドのおかげもあるわけですよ。村上ファンドが阪神乗っ取ろうとして阪神は応戦するために阪急とこれ、相当お金は損したんだけど阪急阪神ホールディングスっていう巨大なグループになって大阪駅の周辺の開発 やつを手掛けたらこれが大成功して今まあ大阪駅の周辺はそのダイヤモンド地区のもともと大阪市が手掛けたところは廃墟になってんだけどその新しく民間が手掛けたところはすごい勢いがあるで今大阪行くともう大阪駅も挟んで南側と北側と全く風景が違うううん,うんおこれはちょっと、ね、その南北問題が今度大阪市全体でもあったというのは今回の。 あ<ー>まあそうだね、南北問題っていうかね、つまり税金を払ってる人たち、VS 税金でご飯を食べてる、うん、例えば市役所の職員だとか、えーうん、それ以外にも税金でご飯食べてる人たちとの戦いだったっていう感じが見てると、うん、投票動向を細かく見てると、そういう分析にならざるを得ないというか、うん、もう間違いなくそうだね、だからこれはね、うん、今後、日本全体で起きるから、うん、大阪だけのことだと思ってると、東京都民もえらい目に遭うよ。 っていう予言だけはしきと、えー、ただね、一つだけ確実に言えるのは、はい、今回の大阪都構想の本当の意味って、それだけあの失敗を繰り返してきた大阪市を潰すということに主眼があったわけなので、だから大阪市民に聞いたら賛成か反対かと言わ,言われりゃ、聞かれりゃ、 それは今、反対だわっていう人がそれは多いのは分からんでもないっていうのはどういうことかというともともと大阪都構想ってどういう発想で生まれたかというと大阪市内ってその再開発、兄弟卒、反対卒みたいなねエリートの土建屋みたいな人たちがもう何回も再開発やって同ぶにお金捨てるようなことして大失敗繰り返してきて普通の失敗ってさ10年、20年たってさびれ果てましたは分かるんだよフェスティバルゲートなんか数年で潰れたからね <laughs> 数年で潰れて廃墟になったからね。 なにわの海の時空館っていう博物館があるんだけど博物館なんか普通潰れねえだろ。えー <laughs> ところが、本当にあまりに客が入らないんで、無理やり市内の小学生動員して送り込むんだけど、本当に1日に何人かしか入らないっていう、これ、いくらなんでもって言って、博物館まで潰れると。ほんで、日本には国土交通省、昔、運輸省の公開練習船に、日本丸、海王丸っていう立派な2つの帆船があって、これは日本の象徴だし、シーマン、海の男女を育てるためにはいいんだけど、大阪市は独自に巨大帆船作っちゃったんだよ <laughs>、これ。 維一費だけで何億かかるんだって話で、俺もトータル多分百100億ぐらいかかって、これもただ同然で売り飛ばし全国の自治体で、作ったがあるか、えー、何やってんだ、それっていう、<laughs> で、実はなんでそういうことになったかっていうと、大阪市って270万人ぐらいの人口で、年間予算が確か3兆円超えてるのかな、そこそこでかいんだよ、<ー>でかいからできるわけ、でかいからそういうむちゃくちゃなことが次々できるんで、えー、おそれもだけど、大阪府と大阪市が協議しながら何かやるってことが絶対なくて、大 大阪府側が一緒に都市計画やりましょうよって言うとほっといてくれると大阪市内のあの計画はうちが勝手にやるから指一本大阪市内には大阪府には触れさせないっていうバトルがあるわけですそうすると大阪府がトータルで大阪開発しようと思うと真ん中の空白域みたいな大阪市とは一切協議ができないで大阪市はその巨大な予算があるから好き勝手なことやって次々失敗していくとこれ大阪市ほっといたら大阪潰れるっていう思いがあって大阪市潰そうっていうところが本音だから そうする潰される側の大阪市の市民としてはこれ潰れちゃったら俺の敬老パスどうしてくれるんだっていう人たちは敏感に反応したんで大阪市民はまああの潰されるっていう感覚は間違いじゃないんだよね実は。 トータルとして10年、20年先に大阪というエリアを広域行政しっかりしてちゃんと発展させましょうと10年先、20年先にあの地方交付税の不交付団体になったら独自で予算を組んで独自の社会福祉もできますよってだけどそんな先のことなんか待てないよって大阪市民の高齢者が思うのはそれはそれでしょうがないかなという感じは実は正直する。 だからね、どっちがいいとか悪いとかっていうんじゃないんだけど、もともとの本でも、はい、だから私は最後の最後に橋本徹は、ごめん、うん、大阪市民にはそんなにいいことないかもしれないと、うん、だけど10年先にいい大阪を作るために、今の大阪市は潰させてくれと、えーうん、いう言い方が本当は正解だったと、私は個人的には思いますね。だけど最後にそそそれれ言い切れなかったそこと、えーうん、そして 橋本さんそれでやめて、その後ですよ、辛坊さんその後、これがね、今情報が入ってるんですよ出る人の情報がこれ、東京のアジアだからって言っていいのかないいんじゃないですかいいですか、あのね、マック・赤坂さんが出るらしいそうなんですかマック・赤坂さんが出るんだけど知ってるあのマクドナルドって東京ではなんていう マッ,クマックって言うだろう大阪ではマックって言わないんであれ、うん、大阪ではあれ、マクドっていうんだよ。はいはい、で、このマック赤坂さんは、今度11月22日におそらく行われるであろう大阪市長選挙に立候補を決めて、その時に名前を変えて、マック赤坂からマクド赤坂って名前を変えて出るか いいろろこう名前が出てるところだと、大阪市議団の結構男前だったあ柳本さんとかです、ね、あ,あの人は立派だったね、あ<と>あの何が立派だったかっていうとね、<ー>やっぱりあの最後の時に反対派が勝ったじゃない、で最後に反対が勝った時に自民党のところで詰めてる、あの柳本という以外の、なんかどう見ても頭の悪そうな議員さんたちって、もうもう、規則満面で万歳三唱みたいなことをしてるわけだけど、あの柳本っていう最後までテレビで 出てきた橋本徹と2人でツーショットでバトルをした、うん、あの試技だけは、うん。 あの、笑わなかった。うん、つまり、ここで笑ったらどういうふうに見えるかということが、少なくとも計算できるだけの知能があるということです。うん、いやそういう意味では、でね、あの、今回、反対派のえっと各党連立の中で唯一、やっぱりあの柳本という人物はそれなりの人物だなと、私なんか見てても思ったね。うん,うん。だから市長選に、もし柳本っていう話になったら。 そこそこいい戦いをするんじゃないかなという気がしますね。今回あの柳本っていう人物が出てなかったら絶対反対派負けてたと思うわ。本当にまさしくそううい意味では反対派の救世主だったよねそれがやっぱりあの勝った瞬間の表情で「あこの人頭いいね」っていう少なくともある程度の感覚は分かる人だよねっていうのが。 あの鮮明に伝わったわね、そう思ったら、その周りの奴らがどんだけバカかっていう、<laughs> それはねらられは一方で、こう維新サイドはじゃあ、誰を立ってるんだ、はい、確実に言えることが一つあるのはね、<う>橋下徹は今、ほら、中央政界でもう一遍ぺん出るとかね、前2万出ないって言ったから、はい、一遍ぺん出ないって言っても、もう一遍ぺん出るだろうとかっていう声があるじゃない、俺はあいつよく知ってるけどね、はい、絶対出てこないもん、えー、まず政治家にはなら戻らないと思う。 これ周りで知ってる人はみんなそう言いますね。うん、絶対出ることはないんだと。全然本人知らない人間は、うん、いや絶対嘘いっつって出てくんじゃないのっていう人多いんだけど、うん、本人知ってると出ない。もうん、まあそういうタイプの男じゃないんだ。出ない。<ー>うん、もう一旦出ないと決めたら出ない。出ない,ないただま五、あ、年十年経っていろんな社会情勢が変わって、はい っっていうことになったら分かんないよ、うん、ただだけどその近々1年2年の,あのタイムスパンでえ例えばもういっぺん衆議院に出てくるとか参議院に出てくるとかあるいはその民間閣僚で安倍政権に入るとかっていうことは,は俺の知ってる限りはないね。 ないこれ、あと大阪府の松井さんなんですけれども、はいはい、会見ではあ、任期までは一生懸命やるよと、うんで、その先については、あの会見では言わなかったんですけど、や,どね、やめないと思う、やめないと思うっていうかね。 元々これは何回も説明してるんだけど、都構想にしろ、これ、橋下徹が言い出したことじゃないからね、維新にしろ、これはもともと浅田均という自民党の大阪府議と、松井一郎という自民党の大阪府議が2人で話をして、このままいくと大阪滅びるよねって言って、なんとかしなくっちゃって言って、自民党の大阪府議を2つに割って作ったのが、今の維新の原型で、で誰かリーダーがいるよねっていうか、大きな看板がいるよねっていうんで担ぎ出したのが、あの えー、橋本徹っていうよくできた看板だった見越しだったわけで、うん、だから見越しの看板は確かに今回やめると決めたけれどもそれのもともとのこの維新を作った人たちってまだ生き延びてるからね。 だから基本的に看板変えてこの人たちがもういっぺんチャレンジということは実は十分考えられるんでであの時に松井一郎が聞かれて二度とやらないとは言えないっていう答えをしたっていうのは私は新聞かなんかで読んで実際聞いてないんだけどその二度とやらないっていうのは自分のことを言ってんのか特構想について言ってんのかが俺にはよ,よく読み解けなかったんだけどこれ現場にいた飯田君はどっち の意味で聞いてたいやこれねもう明らかに「松井さんこの後の去就どうするんですか?」って聞かれて、うん、でそれに対して「ここで答えるのは感情に流されて答えることになるから答えられない」というような言い方をしたんですよね、うん、私は多分松井一郎は辞めないと思う。うん、おお、うん、辞めないと思う。松井一郎まで辞めたら<の>多分維新は本当、はい、大阪の維新は本当になくなるもんね。じゃあ,じゃあ次の要するにもともとの本当の創業者だから。 あの橋元徹という看板を担ぎ出した側の見越の担ぎ手だからね。はい、ここがいなくなっちゃうと。どの看板を探してるんですかね。そうしたら。伊達軍。はい、君じゃないか。<laughs> 何を言ってるんですか逆でしょうよこれなんかないんですかややこしいこと言うなにないよ絶対まだだろお前これはベント向かってないからね素材ゴミが出る男って言われてんだ今のうちにでもほら油断してるとあの平松さんっていう前の大阪市長が結構鼻気が荒いなんていう話があってあはサーブはもう出る気満々だよね出る気満々 出る気満々なんだけどやっぱり平松さんが問題なのはもともと大阪市の市役所って大阪市の,その職員に乗っ取られた形になって市民の社会福祉とかなんとかって市の職員のおこぼれみたいな形でやってたような感じが私は個人的にしてるんだけどそれを何とかしなくっちゃってんで関さんっていうあのこの人はもともと大阪市の出身の人なんだけどこのまま行ったら大阪市は滅びると考えてやっぱ地下鉄民営化しなくちゃとか市のあ,あ,あ,あまりの工具あ 市役所の職員の厚遇はだめだとかっていうことで改革に乗り出した瞬間に、えー、市の職員に引きずり下ろされてこの時に調子に乗ってというか市の職員の組合に押されて出たのが平松さんだからね。平松さん でこの平松さんという、大阪でいうと、蝶のつく有名人、この人が出てなきゃ、うん、関さんがそのまま市長をやってれば、うんえ、関さんの段階で大阪市はかなり変われたはずなんだけど、この時に関さんが改革に乗り出した瞬間に組合にそっぽ向かれて、市長選で落ちて、平松さんが組合に担がれてなることで、また元の大阪へ戻っちゃったっていうきさつがあって、うん、これに関しては、市民も相当知ってる話なので。 平松さんが出てきたときにさあ、どのくらい取れるかというと平松さんならば、例えば維新の側で有効な対抗馬を立てれば、維新の側が勝てる可能性が逆にある、だけど、柳本さんっていうカードをもしあの自民から共産まで含めてね、担いでくると、これは実はなかなか維新が誰立ててもそんなに勝てないかもしれないなと、私は分析してますね、今は。 うん、夏から冬にかけて駆け引きが続くわけいや。だからね、今回言われてるのは私のところに来たメールの中でもね、えー、下さん。大阪夏の神話、こういう結論になりましたけど、えー、もう一遍やん、頑張って大阪冬の神話っていう人がいいんだけど。えー、お前、勝手にやれって感じなで、えー、俺を巻き込むな。ああ、えー、そういう感じなん。えー、<laughs> そうでしたか。ええー。まあ,あ、の、今日のズームオンバ とこそ一植になってしまいましたけれども <laughs> ちょっとこれ軍艦島の話してもらわなきゃいけなかったんだけどじゃあ2時台後半にそうしようそうしようじゃあ伊達君群島の話してね今週の注目ですはーい